ジュリス・ベル・グラシエル・ガルシアは、キューバ共和国、グアンタナモ州グアンタナモ出身のプロ野球選手、ウトウミギウチ、福岡ソフトバンクホークス所属。祖父が軍人であり、自身も中学3年間を軍隊学校の寮生活で過ごした。高校を経て、大学もハバナにある軍隊学校へ進学し、在学中にミリタリーの資格を取っている。卒業後は、 マタンサスで軍の仕事に従事していたが、このまもナショナルチームに所属し野球は続けていた。23歳の頃に仕事と野球の両立が難しくなり、両方を天秤にかけた結果、より好きだった野球の道に進むことを選択した。2009年から2010年シーズンから、キューバの国内野球リーグセリエ、ナショナルでベースボールのココデリロスでマタンサスでプレーした。 2016年に独立リーグカナディアンアメリカンリーグのケベックキャピタルズと契約を結んだ。2017年3月第4回 WBC のキューバ代表に選出された。2次ラウンドの日本戦では菅野智之から本塁打を放っている。この年も前年に続きケベックキャピタルズに派遣された。 2018年2月13日に福岡ソフトバンクホークスへの派遣が発表された。故障離脱したデニス・サファテの外国人枠を埋める形で一軍に昇格するも5月24日の試合で県政史の際の記類時に左手薬指を骨折し戦線離脱。その後一時帰国を経て8月から復帰し終盤戦では打線の主軸としてチームに貢献。 54試合の出場で打率29、292、9本塁打、30打点、出塁率、347の成績を残す。8月26日の埼玉西武ライオンズ戦では12回裏に、マスダタから、サヨナラ満塁本塁打を打っている。さらにポストシーズンでは打率、455を記録するなど、チームのシーズン2位からの日本一にも貢献した。 2019年1月19日には、キューバ政府との交渉が難航したことから、契約保留選手名簿から外れたが、ソフトバンクと再契約、開幕スタメンに名を連ねた。しかし、4月5日の試合で、スイングの際に、左は秋原を負傷し戦線離脱。5月から、戦線復帰すると、主に左翼手として起用され、前半戦終了まで、打線の中軸として活躍。 自身初のオールスターゲームにも代替選手として選出された。前年に続いて母国キューバ代表に合流するため7月に一時帰国し約1ヶ月間離脱。8月10日の復帰戦ではアンダを打つとその後も打線の中軸としてシーズン終了まで好調を維持した。規定打席には33打席足りなかったものの103試合の出場で打率。 319、28本類六68打点、出塁率、365を記録し、規定によって、最高調打率打者にも認定されるなど前年を上回る、好成績を残した。西武との CS では、第1戦の7回、ザック・ニールから、ソロ本類打、第2戦の7回、カイル・マーティンから、ソロ本類打、第4戦の4回から、ホンダ・ケスケから、 ソロ本塁打を打ち、チームの日本シリーズ進出に貢献した。また、読売ジャイアンツとの日本シリーズでは、第1戦に山口俊から逆転2ラン、第3戦に高橋祐希から同点ソロ、第4戦は菅野智之から3ランと4試合で打率。375、3本塁打、7打点の活躍でシリーズ MVP を獲得し、 チームの日本シリーズ3連覇に大きく貢献した。クライマックスシリーズでの3本塁打を含め、計6本塁打を記録しており、同1年のポストシーズンで6本塁打以上を記録したのは2004年の和田和弘に次いで2人目である。キューバ代表として臨んだ、第2回 WBSC プレミア12では、オープニングラウンドの試合に参戦フル出場するも、無安打に終わり、 チームもスーパーラウンド進出を逃している。2020年1月23日に新たに球団と2年契約を結んだ。しかし、同年3月、前年最終盤に痛めていた右手小指を骨折していたことが明らかとなった。その治療とリハビリを行うために、キューバに帰国していたが、新型コロナウイルス流行の影響によって、キューバから出国できない状態となったため、 6月のシーズン開幕には間に合わなかった。7月19日に来日し、隔離と調整を経て8月18日に一軍昇格、即スタメンでようやくシーズン初出場を果たした。復帰後は、打線の中軸として活躍、10月に調子を上げ、10月10日の千葉ロッテマリーンズ戦から10月23日までの、 西武戦まで12連勝中の打撃成績は44打数18安打の打率。409、二本塁が12打点を記録し、10試合連続安打を記録した。10月31日には打率3割に乗せたが、11月の5試合では19、打数無安打に終わり、シーズン全体では打率。277、10本打が35打点、出塁率。 326を記録し、リーグ優勝に貢献した。巨人との日本シリーズでは、前年に引き続き、第1戦から2試合連続にアンダーを打ち、第2戦は3回に、と、合勝進むから2点本塁打を打った。2018年の第3戦からこのシリーズ第2戦まで9試合連続得点を記録するなどチームの日本一4連覇に貢献した。 2021年も新型コロナウイルス流行の影響があり、来日が2月中旬でオープン戦出場が開幕1週間前と調整が遅れた。3月26日の開幕戦には4番左翼手として先発出場。開幕後は校長を続け、打率304、5本類打15打点を記録していたが5月8日の ライオンズ戦で二類走者として二類に起類した際に、クレネンニワと接触し、右手の指を負傷して、途中交代。病院で、右手中指、薬指の PIP 等速速腹靱帯損傷、右手薬指の元節骨剥離骨折と診断され、離脱した。走行手三拍子揃った選手。打撃では、ミート力があり、逆方向への裁きが優れているだけでなく、 ボールを芯で捉える技術やパンチ力も兼備しており、アベレージヒッターとしてもパワーヒッターとしても振る舞える。また、ここ一番での勝負強さも光る。守備では三塁手や左翼手を中心に投手と保守以外のポジションを守れるユーティリティープレイヤー。来日以降は主に左翼手を守る。相性は、ジュリ、ジュリ様、グラ様など。憧れの選手として、アントニオ・パチェコを挙げている。 チームメイトの高谷博明と仲が良く、本塁打を放つと、ボクシングパフォーマンスを行う。2020年には高谷が、不在の際は、裏切ミール・バレンティンを相手にパフォーマンスを行った。また、反対に高谷が本塁打を打った際は、高谷が、グラシアルを濃するパフォーマンスを見せる。ありがとうございます。